はい、どうもこんにちは。今回はまた逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回は、法廷パートが始まって、で始まってかな始まってるやつ、この腹ばい巡査が被告人で出てきて、でそれでまあ発言してもらってたんだけど、まあ、前回時間の都合でとりあえず終わったみたいな感じで、うん、で結局次何すればいいかも分かってないから前回これで指摘して、一応ビデオの怪しいところをなんか突きつけるみたいなことやったんだけど、なんかよく分かって、答え分かってなかったから一旦中断してね、まだね最初からなんかどっかごめんね、全然まとまってないんだけど、なんか突きつけるとこがあるんじゃないかってとこで、ちょっと今から探していこうかなと思うわ。だから何か見つかるまで飛ばすわ。ちょっと分かったかもしんねえわ。これさ、ロック解除されてる時ランプが光んのよ。これさ、これ本人が来る前から光ってんのさ、もうライトが。絶対これじゃない？これでしょ絶対。ちょ待ってちょっと早めにやっちゃったけど、行こうか。もう光じゃない？これもうだって、こいつが来た時にはもう開いてるっていう、そこ結構大事だよな。気づかなかったけど。なんか開けてるように見せてるけど、気づかなかったわ。保管庫見たら全部あれだもんな。光なかったわ。よく見たら。なるほどね。ちょっと待ってよ。待って。いきなり刺すぞ、そんなの。だいたいこの真ん中からさ、最後にかけて注目してたのがちょっとあれだったな。よくなかったわ。ちょっと偏見で言っちゃってたけど。行こうか。多分これ合ってると思うわ。多分合ってる。これでしょ、まずここでしょ。止まって、止まるよ。はい。ここっすよ、ここ。来た。映像の不自然なポイント。もちろん、ここです。証人。本館のことでありますか？保管庫の仕組みは確か、ちょっと、逮捕くん。逮捕くん BGM 合わねえわ。保管庫の仕組みは確かこんな感じでしたね。うん、開いてると光るんだよな。取っ手を握るとセンサーが指紋を読み取って、うん。登録されたデータが一致すれば、ランプが点灯してロックが解除。本館の乏しい人生経験においてそう認識しているであります。それならばこの映像は明らかにおかしい。太陽くん、ちょっとうるせえんだよ。もっとなんかBGM にしたらちょっと主張が激しいんだわ。お、床、なるほど。あ、一回流すんだね。 OK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  このさ、無の時間がさ、喋ることないんだわ、この。結構無駄あるじゃん、この左右に動くせいでさ。被害者が保管庫を開けるために取っ手に手を伸ばす。その少し前、戻して見てみましょう。止まってないからな、定点じゃないから。もう、まあ、サクサクっと行きたいよな。まあ、待とうや。ここです。ランプをよく見てください。すでに、点灯しています。つまり、この保管庫は、取っ手を握る前からすでに開いていたのです。キャー、これ、保管。お、本館後ろ姿めちゃくちゃグラフィックいいじゃん。めちゃくちゃ綺麗じゃん、お前。正式に、これは一体。簡単なことです。事件当時、被害者の保管庫にはロックがかかっていなかった。うん。しかし、保管庫のロックは電子システムで管理されている。扉が閉められたら、それをセンサーが感知して、自動的にロックされる仕組みになっているのだ。はあ、もしかして故障では、あくまで素人考えですか。ありえる。故障ならばセンサーが感知して報告が入る。素人は黙っておけということですな。
ペゴニいかがでしょう。あー、はい。なぜ保管庫にはロックがかかっていなかったのですか。え、まあまあ先に開けたんだろうな。あの、僕そういうのはちょっと。どうも、科学捜査官のあかねちゃんは。え、そうですね。やっぱり電子システムを狂わせる何かがあったのかな。保管庫のセンサーを狂わせた何か。そういえば、この映像にまだ不自然な部分があったな。私もそう思いました。この中にはまだ手がかりが眠っているような。でもね、俺気づいてんのよ。あの、この、正しきが開けるときだけ、なんか、太陽くんのさ、動きがおかしいんだよ。見て見てこれ。これさ、一定のリズムでさ、こう横揺れしてんじゃん、太陽くんって、こうやって。はい。はい、上行きますよ、太陽くん。太陽くん上行くよ。はい。はーい。いいね、ほら、もう、順調に動いてんじゃん、太陽くん。動いてんだけど、ここからなんだよ。ほら、ガカ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 ってなってるじゃん。見て、ガカガカガカってなってるじゃん。これ怪しいよな。これおかしいとこだよな、多分。多分ここだと思うんだよな。それこそなんかね、電波障害じゃないけどさ。ただもうこの時ランプ光ってんだよな。ここだよね。太陽くん刺せばいいのかな。分かってくれっかな。その原因、ここではないでしょうか。ちょっと待ってください。あ、もう間違いじゃん。いや、このガガガガガやん。ガガ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 でしょ、これ。かかっていなかった原因。この段階でもかかってないんだよ。かかってないから、太陽くん刺してみるか。ちょっと今なんか手刺したからさ。太陽くんではなかったから。だって理由ないもんな。これ太陽くんだけ不自然だもん。おぉ。ちょ。これおかしいよな。いや、これ絶対おかしいって。いや、これおかしいじゃん。なんで気づかねえの、お前ら。ガガガガガガなってんじゃん。ここじゃん、どう考え。もう電波障害食らってんじゃんね、これ。まあ、電池式だからあれだけど。関係ないかもしんないけどさ。ロックがかかっていなかった原因。かかっていなかった原因って言われてもね、これより前の映像じゃないとわかんなくない？おかしいよな、普通に。ここで手袋かな。とりあえず刺してみるか。あ、違いますね。映像を見ていただきましょう。先ほどの続きです。誰かがだから手袋をしまって閉めたってことか。手袋をしまった時にロックをかけ忘れたみたいな、そういうことかな。誰かっていうか、まあ正しきなんだろうけど、これは保管庫から何か白いものが落っこちましたぞ。しかし扉が開けば中のものは落ちるのであります。自分もパトカーの輪が開くとよく。あれが保管庫の中にあったかどうか分かりませんよ。どういうことですか。保管庫は扉が閉まった時センサーが反応する。その時センサーの部分に何か挟まってしまったら。挟まった。ああ、そうだね。あっち側も挟まってるもんな。でもあれ開いてなくない？でも。あ、でも、出てないわ。この時あれ出てないじゃん。それも気づいちゃった今。挟まってたよな、あそこ。この何かは保管庫の中に入っていたのではない。扉のセンサーの間に挟まっていたのです。あ、それ、はい、本館。よくわかるであります、本館。
はパトカーから降りるとき3回に2回はネクタイを挟んで、扉は閉まらないわ。クリア。しかし扉に挟まるなら相当薄いものですぞ。さらに電流を通さない絶縁体である必要がある。いやだから持ってるよ証拠。絶縁体です。そんなものがあの現場にあったかもしれません。え、でも本館、あの、まず絶縁体の意味どうやらやっと分かってきた気がするな。それでは弁護人、証拠品を提示してください。はい、見せてやるよ。ゴム手袋見せてる。ゴム手袋、まあ絶縁体だからな、ゴムは。見せてやるよ。保管庫の近くで見つけました。薄いゴムの手袋です。しかしそれが被害者の保管庫にあったものかどうか。手袋には SL95 事件のタグがついています。確かに映像では正しき捜査官が保管庫を開けたように見えました。しかしそうではなかった。ランプの点灯が立証しています。事件当時この僕でもあの保管庫を開けることができた。いかがですか、腹ばい巡査。ありましてっていうか正しきじゃない、やっぱ後ろ姿あれだな。腹ばい静粛に。故障人が保管室で刺した被害者は正しき巡査とは別人だった、そう考えるべきなのでしょうか。惑わされてはいけない、裁判長。鶴井検事、弁護側はただ可能性を示したに過ぎない。映像に映った被害者はやはり正しき道をだった。検察側はもう一つその根拠を用意している。なんだって。証人、その件について証言するのだ。え、本館でありますか、これ。でも本館その心当たりがこれありませんので、ありますからして。ああ、そういえばありましたね、ありました、あれが。大変だなあ、あいつも。それでは証言をお願いします。だ、進んだね、なんとか進んだわ。丸に正しき捜査官だという根拠はもう一つあります。そもそも保管室に入るためには ID カードが必要でして、これ。そして ID カードを使うとしっかり記録が残るのであります。事件が発生したまさにその時刻、その捜査官とのカードを使ってます。まあ確かにね、記録には残ってるよな。 ID カードの記録、なるほど。ここにそのデータがある。うん、5時14分に使用された ID、 まさしく被害者のものだ。事件が発生する少し前ですか。確かに被害者です。それにしても少し妙ですな。申し遅れでは数百件に及ぶ事件が扱われるはずです。いくら午後だけとはいえやけに出入りが少ないようですが、この保管庫がある第三庫には特殊な事件のみが集められている。特殊？警察関係者が巻き込まれた大規模な凶悪犯罪だ。聞いただけでゾクゾクしますね。確かにゾクゾクするな。寒気が。件数が少ない上、ほとんどは午前中のうちに処理されたはずだ。なるほど、わかりました。それでは尋問に移りましょう。でもこれでもなくない、証拠。これに関しては。まあ一応揺さぶってね、とりあえず。根拠なんでしょうね。これ本館。まあ、この白い包帯さえなければ。ピースサインがきらめくところであります。右手じゃダメなのかな、ピースサイン。はいはいはい、まあ、これ関係ないってことかな。その首からぶら下げているやつですか。まさに本館これであります。手錠とともにこう風に風にブラブラと、これ本館、これで置き忘れることは絶対ないであります。これでもすれ違いざまに盗まれたらどうするんですか。
ぱりやめた方がいいでありましょうか。これ実はパトカーから降りるとき3回2回はネクタイを挟んで、残りの1回は ID カードを挟んじゃって本館、扉は閉まらないわ、本館の首深く追求しない方が良さそうだな。これとにかく警察官の ID カードは同じものは1枚として存在しない。それは警察局検事局の威信をかけて断言できる。では証言をつけてください。じゃあ怪しいとこないな、特にまだ。確かに。どうしたのかな。これは鈴木刑事、ハートの名前がありますぞ。いかにも。あ、そこで済むんだ。またあの検事かよ。やっぱり犯人じゃない。検事なら証拠をもみ消せるわ。まあまあ、殺人犯なの、あの青いおじちゃん。ダメよ。目を合わせちゃ。青いおじちゃんじゃない。やれやれ、色を間違ってる。左門会の召喚がありそうですな。私のなすべきこと、そしてその結果に恥じるところはない。今は尋問を続けていただこうか。やっぱり少し辛そうですね、三木健二さん。意義ないよな。先ほどこう証言しましたね。あ、そうだね、 ID カードの提示を求めたらナイフを突きつけてきたと。そうであります、本館。あれはちょっとなしでありまして、これ不自然だとは思いませんか。もし自分の ID カードを持っていたのならば、それを見せればよかった。ナイフを取り出す必要はない。確かに。わーってなっちゃったとか。全ては矛盾から指摘してみるか。どうですか、なるほどさん。ちょっと戸惑ってるよ。え、ID カードの矛盾、あまりにもあからさまだ。ミツルのやつはこんな見落としをするとは思えないんだけど。考えすぎですって、投げつけちゃいましょうよ。そんなある？気づいてないか、俺が。582119。ああ、まあそっか、まあ殺人現場であるもの、検事局の殺人現場で発見したんだもんな。そういうとこかな。他はなんかないかな。まあでも、ID カードは検事局で発見された。あ、この遺失物届ってさ、 ID カードじゃないの。絶対そうだよな。 ID カードなくしてどっか行っちゃったんですよってことをさ、届けに出そうとしたんだよな、多分。まあ、とりあえずじゃあこれを突きつけてみようか。まあ、こんな初歩的なミス指摘しないはずがないとか言ってたからさ、まあすげえ当たり前のこと言えばいいんだろう。だったらこれじゃないの。ちょっと待ってください、証人。なんでありますか。巡査は急に止まれないであります。ここに被害者の ID カードがあります。殺害現場に落ちていました。それはそうでしょう。僕の言う殺害現場は警察局の保管室ではありません。検事局の地下駐車場、もう一つの事件の現場です。そしてもう一つ証拠があります。被害者の ID カードに関する重要な手がかりです。遺失物届ですか。途中までしか書かれていませんが。事件当日、正しき捜査官は何かをなくしているのです。書類を提出しなければならない重要な何か、それが ID カードだと言いたいのかな、弁護人。断言はできませんが、可能性は極めて高い。本物の正しくさんはあの日 ID カードを持っていなかった。正しくに。つまりどういうことですか。結構説明したけどな。答
答えは一つ、考えるまでもありません。パラバイ巡査が証拠保管室で出会った人物は正しき捜査官から ID を盗んだ別人だったんです。でも逆じゃない？でもって正しき捜査官が遺失物届を出したってことは、でもそうか、開けてんのか、開けてるから持ってんのか。いかがですか、ミスレ検知。一言だけ弁護士に言いたいことがある。ん？ご苦労だった。なるほど、龍一。なんだって？ここで一度弁護側の主張を整理してみたい。事件当日の午後5時15分頃、証拠官室にて原林巡査が出会ったのは正しき捜査官ではなかった。その根拠は2つ。1つは保管庫のロックがかかっていなかったこと。そしてもう1つは被害者が ID カードをなくしていたこと。ここまでは間違いないな。はい。なんだこの雰囲気。すると必然的に一つの結論が導き出される。この映像に映った被害者が偽物であるならば、当然証拠監視の殺人事件自体偽物だった。つまりカメラの映像は殺人の瞬間を捉えたものではなかった。あれ、そうなっちゃうのかな。どうしたかな弁護人。別に良くない？そんな、その追い詰められる理由がわかんないんだけど。別にまあでしょうねって感じなんだけど、別に。まあまあそうでしょうみたいな。別に殺人の記録のね、ビデオとは言われてないし、別にこれ。どうやらやっと気づいたようだな。自分が何を証明したか。そう、どういうことですか、ミツレイ検事。そこの弁護士は力いっぱい立証してくれたのだよ。この映像の被害者が偽物である以上。あれかな、今回容疑かかってんのがさ、言ってもあれじゃん、トモエさんだっけ。トモエさんだからさ、トモエさんが殺害したっていうことを明らかにしたってことになっちゃうのかな。事件当日の午後5時15分。午後5時やめろよ。滑舌悪いんだからやめてくれや。警察局で殺人事件はなかった。はあ。つまり本当の事件はやはり検事局の地下駐車場で起こった。そしてその犯人は宝月智恵被告人なのだ。その根拠はシンプルにして明白。信頼できる証人によって狂気を振るう瞬間を目撃されている。かあ。そうだな、そっち側が全然証明できないよな。さっきの証言、不自然なほどはっきり矛盾していた。罠だったんだ、最初から全て。確かに証拠監視の事件には謎が残されています。原林巡査が出会った被害者は一体誰だったのか、またその被害者はどこへ消えたのか。しかし本法廷はあくまで正しき捜査官の殺害事件のみ審理すべきです。ご理解感謝する。なるほどさん、このままじゃお姉ちゃんが来るぞ。多分来るぞ、あいつが来るぞ。そろそろ来るでしょう、あの人が。迷い姉が来るでしょう。なんだっけ名前、なんだっけ、あいつ名字。何迷い姉だっけ、忘れちゃうな。あれ、迷い姉の本名なんだっけ。本名ってか名字。お姉さん来る、お姉さんが。道を、まあ、様子見てもいいんじゃない、もう普通に。ダメかな、ダメだ。下手に動くと次の罠が待っているかもしれない。でもなるほどさん、何もしなかったらこのまま
弁護側は玉切れのようですね。今決闘の判決は地に達した。判決をお願いしよう。なるほどさん、お願い。とにかく引き金を引いて。はあ、何もしないと結局こうなるからさ、いいよな。この選択でゲームオーバーになることないもんな、逆転裁判。別に俺はさ、前さ、なんか噛みついて、やっぱ噛みつかなくてよかったわみたいなあったんだよ。噛みついたけど、俺は噛みついていいなと思って噛みついたけど、なんか結局なんかなるほどがなんていうの噛みつかなくてもよかったとか言って、なんかもう結局何も言わないみたいなことになったからさ、ここでゲームオーバーなんないの優しいよな。なんだ弁護人、まさか貴様自身が立証したことを否定するつもりではないだろうな。そうではありません。危うく騙されるところだったよ、ミスルギ検事。何のことだろうか。さっきの尋問で僕が立証したのはただ一つ、防犯カメラの映像は殺人事件の瞬間ではない。確かに時刻ずれてる可能性あるからな、普通に。長えな、ちょっと長えな。おい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 、別に全部見せなくてもいいだろう。おいおい、ここでも漏れてんだよな、あれスカーフ。しかしこれが検事局の事件と無関係であるはずがない。実際証拠保管室からは大量の血痕が発見されている。まあでも死体移した説がやっぱ一番有力だよな、まあ、血の量からしても。弁護側は事実の追及を要請します。ミスリー検事、何だろうか。そういうことになればさらなる証人が必要になります。検察側にその用意がありますかな。残念ながら検察側としては警察局の件はあくまで予備審理と考えていた。この事件に関して他に証人の用意はない。どうやらここがチャンスのようだな。あの人物を法廷に引きずり出す。なるほどさん、やっぱりあの人を。裁判長、弁護側には証人の心当たりがあります。おお、それはいかなる人物ですかな。おそらく証拠監視の事件、その真相に深く関係する人物です。まああいつでしょう、ザイモンでしょう。その人物の名前を聞かせてもらえるだろうか。応じるかどうかはそれからだ。うん、証人、一体どなたですかな。ザイモンさんです。ザイモン京介巡査です。なぜその男を。今切り札を見せるわけにはいかない。まだ見せないのか。まあそうだよな、ザイモンが来てからだよな。彼は保管室の警備責任者です。証言を聞くべきと考えます。よかろう。確かに責任者として証言を聞くべき、そう考える。幸い彼は警察局内の勤務。準備に20分以上はかかる前。わかりました。証人を召喚する間、30分間の休憩を取りたいと思います。召喚って言うの？召喚っておかしくない？召喚ってそんな日常的に使っていい言葉なのか。心得ている。それではこれより休憩に入ります。俺日常生活で召喚とか言い出したら、あ、こいつやばいやつだってなるもん。こいつもしかして中二病かなってなっちゃうもんな。ゲームのやりすぎかなって思っちゃうもん。やはりあなたを止めるのは不可能ですね。なるほど弁護士。何のことですか。あなたはザイモン京介を喚問した。喚問かな。もうお分かりなんでしょ、何もかも。ああ分かってないぞ、何もかも。お姉ちゃんお姉ちゃんこそ何もかも知ってるんでしょ。あかね、
いつもそうだよ。どうして教えてくれないの？なるほどさん、こんなに頑張ってくれてるのに。私は頼んだ覚えはありません。ひどいよ。私たちがそんなに信用できないの？失礼するっす。顔変えないね。顔変えないね。じゃあまた後で。失礼するっす。空気読んだな。相手の刑事、どうしたんですか？あんた、全く失礼しちゃうっす。転職の刑事に使い走りさせた上、来てみればこの空気。お前の声間違えたな。お前の声分かんなくなってきた。ご苦労様、糸のこぎり刑事。またく。お疲れ様であります、ほずき指摘検事殿。確かに最近疲れ気味です。それで持ってきてもらえたかしら？これでありますね。ごめんなさい、私今は囚われの身ですから。なるほど、弁護士の名前を使ってお願いしましたの。僕ですか？まさかあんたから指令が下るとは思わなかったっす。ちょっと SL9 号事件の資料を持ってきてくださるかしら。お昼までに以上っす。え？ SL9 号事件？お姉ちゃん、それは弁護士に必要だろうと手配しておきました。あの事件の資料です。読んでおくと良いでしょう。自分驚いちまったつ。首席検事殿も証人だったとは。巴さんが証人？あ、9号事件の証人ってこと？いや、連続殺人事件とは恐ろしい世の中っすね。なぜか人を顎で使った上無視っすか？あ、茜ちゃん、どうしてこの事件資料に君の名前があるんだ？まあ、当時はまだ幼子でしょう。まあ、そんなでもないか。10年前とかでもないか。私の名前知りません。あ、まさかお姉ちゃん、 SL9 号事件って、それは警察がつけた事件分類ナンバーです。2年前、世間では青影事件と呼ばれていました。2年前ってことあんま変わんないか、年齢。青影、そんなのって、馬になって、そんなのないよ。ちょっと、茜ちゃん。出て行ってしまった。自分はこれで失礼しちゃうっす。もうちょっと時間長いかもしれないけど、ちょっと切り悪いから、多分これ終わったらあれですよ、次法廷でしょ、多分。そして、巴さんに茜ちゃん。すべての関係者が2年前の事件に名前を連ねている。茜ちゃん怪しいね。だって、大してね、職場はついてないことはもちろんさ、まあ、年齢的にも若いし。偶然ではありませんよね、これは。あなたならば、いずれわかるかもしれません。そろそろ時間です。行きましょうか。なるほど、弁護士。とにかくこの資料をよく読んでおいた方がいいな。まあ、てなところで、あ、続くになった。まあ、てなところで終わろうか。ここで、切りいいし。はい、じゃあ終わるわ。じゃあ、あざした。